ペラーをデザインするにあたってはこれまでのメタルジグのデザインをゼロベースで考えることに決めました。メタルジグというルアーは棒状だったり板状だったりするんですけど、なぜプラスチックルアー、プラグなどはリップやフィンがあるのにメタルジグにはないかということですね。それはやっぱり潮の流れや水深と常に対峙しているものなので、まあ、使用感などの兼ね合いだったり効率重視の部分もありますので、その避けられないフォルムですね、ここをゼロベースでデザインすることに決めました。グローエンペラーにしか出せないアクション、目指したのは唯一無二のアクションです。メタルジグにヒレという抵抗物をつけることによって新たなパフォーマンスを手に入れたんですが、使う人にとって、まあ、そのユーザビリティとの間に大きな壁がありました。要は使いやすくすることが非常に難しかったんですね。で、薄くすればするほど回転してしまうんですよ。まあブレードとかもそうですよね。回転してしまいます。なのでそれを解消するのが一番大変でしたね。それはですね、このオーバルアイにすることによって回転は見事に解消することができました。それと同時にイレギュラーなフォールも手に入れたので、唯一無二のアクションはこのヒレとオーバルアイ、これが相まって実現することができました。最初は粘土でグローエンペラーはモデルを作ったんですけど、それはもう本当お見せできないぐらい恥ずかしい仕上がりでしたね。幼稚で可愛くて。で、その次に、まあ、こうモデルができてきた段階でのコンセプトはここにですね、本当は黒いブレードがついてて、真っ黒いブレードがイカの墨みたいになってて、それをピュ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 ってこうイカが吐きながら逃げていくようなコンセプトのジグでした。で、まあある程度ものができてきてですね、まあ、自信を持てるようなデザインになってから釣り具屋さんに自信満々で見せたんですけど、釣り具屋さんはよくできてるけどイカの形のジグはそんなに買ってもらえないよって言われて、すごいなんか残念な気持ちになったのを覚えてます。釣り人からのフィードバックでは、まあ一番はテーリングしにくい、エビりにくいってことを言われますね。まあ、それはすごい嬉しいことです。で、まあ他のジグが釣れてない時に落としてみたら釣れたっていうのはよく言われるんですけど、やっぱりそれはイカの形してるっていうのでもう他と一目瞭然違うジグなんで、やっぱりその釣れたタイミングで、ああイカのあれだ、グローエンペラーだっていうふうになんかめっちゃ目立ってるのかなっていうふうに思いますね。で、やっぱりイカのジグを使うってことに対してはユーザーさんもある程度のチャレンジだと思うんですよ。まあそのイカがベイトじゃなかったらどうしようかなとか、まあみんながね、あの魚の形っていうかメタルジグを使ってる中で、このなんかちょっと周りの人と違うこのイカの形のジグを使ってたら恥ずかしくないかなとかあるんですけど、まあその中でもグローエンペラーをこう愛用してくれてる人はやっぱり遊び心だったりとか、さらなる海に対しての探求心がある釣り人が多いのかなと思いますね。そして、まあ、そのグローエンペラーを通じて、まあ、全国各地、特に北海道もなんですけど沖縄のつながりもすごく増えたので、まあ、こういうものを考えていろんなつながりが生まれるっていうのはすごい嬉しいことです。ただ巻きだけで釣れますよっていう風に PR していますが、まあそれは入り口であって、僕から見た一番の魅力はジャークからの不規則なフォールですねと滞空時間の長さです。ジャークした後の横を向いてる時間、魚に見せてる時間がすごく長いんですね。なのでそこを体感してもらえたら一番嬉しいです。使ってもらって釣れたら一番嬉しいっていうのはもうもちろんなんですけど、いろんな魅力が詰まってるジグなので
使ってるだけで楽しいって言ってもらえたら僕は一番嬉しいです。